いやー、先生のケースでよ。前回、選択肢の、本ルートっていうか、一周目と同じルート。この、金庫の中を見たルートとは別の方、こっち。あくまで、この命題に立ち向かうような、そっちの方のルートを選んでいきたいと思います。どうなる？これ一周目とは違うルートやけんな。また違う流れが見えるはずねんよ。僕は部屋を飛び出し、ある人の部屋を目指した。誰？目的の部屋をノックする。けど、反応は返ってこない。おそらくここにはいない。となると、誰？きっと、スクランブル交差点かな。僕の推測が正しければ、そこにいるはず。私は死んだ。犯人は誰？犯人は今、そこにいるはずだ。もうこの頃には犯人分かっとんやな。まあ、目星がついとったみたいなことを言いよったけど。ってことは、その探しとる相手は、ホテルを出て、スクランブル交差点へ向かう。その道中も、なぜか桜井くんの言った言葉が繰り返されていた。けどやっぱり素直に信じることはできない。桜井くんに限って嘘は言わないだろう。少なくとも僕の知る限り彼はそんな器用なことができるタイプではない。でも父のことは他の誰よりも娘である僕はよく知っている。厳格な父に限って、そんな思いをさらけ出すはずがないんだ。うん。まあこの時のユリアちゃんもこう考えてしまう。けどね、厳格に見えるのは、ただ、一面から見た父の姿だけなんだよね。どちらにせよ、父の真意を確かめためるには、クローン世界から脱出するほかない。僕はただ、一番合理的な手段を選んだだけ。僕たち幼馴染グループの中から犯人を見つけ出してこの世界に知らしめる。桜井君の言う疑心暗鬼になるという意見はわかるが、それは成果に対して考えれば、些細な問題だ。それに僕の推論が正しければ、犯人自身も薄々気づいているはずだ。自分がこの世界を作り上げたキーマンであるって。ここ数日の行動を見ていても逃げ隠れようって素振りは見せていなかった。つまり糾弾される覚悟を持っている証拠だ。なら直接犯人と会って話をするべきだ。そう心を決めたはずなのに。なのにどうした？さっきからなぜか僕の胸は苦しいままだった。ん？どうした？来た！やっぱカレンちゃんが。僕の推測は正しかったみたいだね。ほう。犯人だと分かったんやな。グループがクロノス世界に閉じ込められた。真っ暗、画面真っ暗、あと月がめっちゃ綺麗ですね。その原因とおぼしき人物を僕は僕なりに推理していて確かめようと思っていたんだ。うん。きっと今この瞬間ここに来ているだろうって思って。どうしてそう思ったの？この時点でもう分かっ…おお、びっくりした。つとって足音か。やあやあ二階堂くん、君が世界が問いかけていた犯人、その人だったんだね。どうしてそう思ったの？理由はいろいろあるけど、一番はめっちゃ髪の毛浮いてる。彼が僕に接触し教えてくれた。髪の毛重力に逆らってないな。逆らっとんだお前。髪の毛重力に従ってないぞお前の髪の毛。すごいなお前、浮いてるよ。彼ってまさか。そう、そのまさか。
ロウ君だよ。ロウ、これはみんなにも言っていないことだった。あ、そういや、東国会ってないはずないよな。あ、少なくとも桜井君視点では一周目では口止めされたわけでもなく、単に言い出すきっかけを僕が見失っていただけだけど、ただ僕は昨晩ロウ君と出会った。彼が僕の元を訪ねていた。それは紛れもない事実だった。アホだったんじゃ。ああ。そう。彼、あなたを頼ったのね。はあ。その言い方、君もロウ君と会ってたんだね。お？彼とは情報交換したんだ。僕が推測したクロノス世界について教える代わりに、彼が持っているという僕たちの失っていた記憶を教えてもらった。え、そんなことしよったんじゃ。記憶、うん。とはいえ、教えてもらっただけで記憶を思い出したわけじゃない。だから彼がもたらした情報を理解したに過ぎないんだけど。え、でもそんな結構重要な情報をこの時点で手に入れとったんじゃ。それを抱えたまま一周目は消えてしまったんやな。ただ僕は、彼の発言はこの世界に閉じ込められている人の誰よりも信憑性が高いと考えているんだ。やあ、クロノス世界、容疑者リストを出してもらえるかい。容疑者リストにロウ君の名前はない。うん。彼は十分に怪しい人物だけど、少なくともクロノス世界が提示したミッションにおいては真っ白なんだ。そうなんよな。だからこそ彼の言葉は信じるに値すると考えている。嘘つく理由がない。誰よりも怪しいのに、誰よりも信憑性がある。皮肉な話だよ。ま、彼がどういう人間なのかを考えればそれも納得なんだけど。どういう人間なんだよ。ロウ君は教えてくれたよ。桜井君にはリン君って妹がいたこと。ほう。リン君はすでに個人で、その死に二階堂君が関わっていたこと。少なくともロウ君は二階堂君がリン君を殺したと考えているということ。それが本当なのかちょっとわからんところやけどな、今のところ。そして現実世界ではすでに君は自殺していること。うん、それが一周目でも終盤でできた話よな。正直ロウ君に言われた時は信じられなかった。仮にそれらの記憶を失っているのだとして思い出せれば納得もできただろう。けど思い出すことはできず、理解はしてたけれど、どこか納得はできないでいたかった。できないで、できていなかった。でも今、目の前にいる二階堂君は、それらの情報をぶつけても微動だにしなかった。二階堂君は全てを覚えている。分かっている。覚悟ができている。思っていた通りだ。だから、ようやくここ、今ここで、僕は納得した。ロウ君の話から推察するに、私は死んだ。これはリン君だ。犯人は誰？これは当然リン君を死に追いやった人物のこと。納得すれば、笑いながらスラスラと言葉が吐き出されていく。冷静に、冷徹に、冷酷に、冷静に。かつては幼馴染グループとして時間を共有してきた友に対して、僕は冷たく宣言する。合理的って言い訳で心を守って。だから犯人は君なんだよね、二階堂君。君が犠牲になれば僕たちはクロノス世界から解放されるんだ。今僕はどんな表情をしているんだろうか。泣いているのか、苦しんでいるのか、笑っているのか。その通りよ。クロノス世界が求めている犯人はきっと私のこと。分かっているんやな、自分でも。
覚悟を決めていただけあって、二階堂君は潔く認めた。問題は犯人である二階堂君をどうすればいいのかだ。それで、僕らはどうすればいい？犯人である君をどうすれば世界から解放されるんだろう。バラシハ事件は母親が死んだことで解放された。うん、あくまでそれはバラシハ事件のクロノス世界がそういうミッションだったからとも捉えられるけど、多分この世界のミッションも同じ。犯人である私がもう一度死ねばきっとみんな解放されるはず。けど犯人って何なんだって話だな。本当にカレンちゃんがリンちゃんの死に追いやったのか、ほうなんだろうか。僕はなぜか目に痛みを覚えたけど気しないようにする。でも自殺はさせてもらえなかったわ。え？試したのかい？ええ、ビルの上から飛び降りようとしたり、包丁で自分を刺そうとしたり。えらいことやってんなお前。でもいつも行動を起こした直前まで時間が戻ってしまうの。なるほど、世界が自殺を許していないのか。まあ捉えようによっては自殺って一番無責任な手段だからね。そうだな、自分の責任を放棄して自分だけ消え去ろうとする。まあ残された人間がどんだけ辛い痛みを伴うかも分からずに。同時に世界はそれほど二階堂君を恨んでいる。自害という手段ではなく代価による復讐を望んでいるということだ。この世界がな。世界は二階堂君のことを恨み、自殺以外の手段で殺すことで復讐を成し遂げようとしている。だけど死んだ私であるリン君はこの世にもういない。復讐は果たせない。他に誰か代わりの復讐者が必要。僕の脳裏にロー君以外の6人の顔が順に巡っていく。リン君と深い関わりがあり、リン君の代わりに復讐者として適任の人物。彼女の兄である桜井君か。そうやな。おっと、同じ結論に至ってるの。なるほど、どうでロー君が秘密裏に動こうとするはずだ。ゴーデンが言った。ともあれ、これでクロノス世界から脱出する方法は分かった。リン君の死に関わりのある二階堂君を犯人として生贄に捧げることで僕たちは解放される。生贄にする手段は桜井君による二階堂君の殺害。これで復讐が完遂され、ミッションはクリアとなる。意外と冷静なんだね。そうやな、こう言葉にしたら仲間を一人犠牲にして脱出しようって話なのにな。ローに出会った時、そしてディスプレイを見た時に、なんとなくそういうことなんだろうって理解してたのよ。自覚があったから殺されても仕方がないってこと？ちょっと違うけど、でも私が殺されることでみんなが救われるのならそれでいい。そんな悲しいことを言わないでくれ。自己犠牲、それも同い年の女の子が抱くにしてはあまりにも重すぎる精神だと思う。何が彼女をそこまでさせているんだろうか。本当に殺したのか。それでそれに対して贖罪する意味でそう言ってるのか。なんとなく頭の片隅で引っかかっているのは、僕たちの忘れている記憶の中にその答えがあるからなんだろう。でも思い出せないから、僕は二階堂君の言動をそのまま受け止めるしかない。僕たちがこの世界から脱出するためには二階堂君に犠牲になってもらうしかない。とてもシンプルで合理的な選択。
だけどまだ心臓が締め付けられるように苦しんだ。東国さん、そりゃそうだろう。幼馴染やもん。幼馴染を犠牲にして脱出することが本当に合理的ではあっても本当にいいことなんだろうか。ああ、うん、大丈夫。多分ユリアちゃんもうすうすそう思ってることだろう。なんだか今日は胸の奥がズキズキ痛んでばかりでね。いや、食道か呼吸器系の諸症状かな。違う、心の問題。率直な疑問なんだけど、二階堂君はこの現実をどう受け止めているんだい？自分で何を聞いているんだろうと思った。でも気づけば口は勝手にそんな質問を投げかけていた。僕自身はこれが一番合理的で確実な方法だって思っている。みんなが救われる方法でもあるって。でもそのために君に犠牲を強いることが、なんというか本当に合理的なのかなって思うんだ。いや、ちょっと違う。二階堂君の犠牲が合理的かどうかではない。そうじゃないのに、うまく自分の中で気持ちを言葉に変えて整理できない。僕は何を思い何を言いたいんだ。自分のことなのにひどくあやふやだった。私もあなたと同意見よ。これが一番合理的で早道だと思う。二階堂君、それに私は現実世界ではもう助からないから。二階堂君はすでにこの世に存在しない、クロノス世界内でのみ観察されているだけ。クロノス世界という箱が開いた時、二階堂君の存在は煙のごとく消え去る。僕の推論通りだ。現実世界で亡くなっている二階堂君はクロノス世界の中でしか生きることができない存在なんだ。逆に言えばクロノス世界内での彼女の死に従来の生死の捉え方は当てはまらない。だから東国さんが気に病むことじゃないわ。本当にそうか？気に病んでいた？僕が？言われては言われてハートを傷つく。言われてハタと気づく。僕は二階堂君の状況を結末を気に病んでいたのか？でもそれが一番合理的なはずだ。迷う余地なんてない。二階堂君自身が受け入れている事実でもあるのだから、今は僕が気に病むはずがないのに。なんだ、いつの間にこんな僕の中はちぐはぐになっていたんだ。頭の中に広がるもやっとした思考を振り払う。とにかくこれでクロノス世界を脱出する手段は分かった。二階堂君の覚悟も理解した。あとはどうやって桜井君に二階堂君を殺させるかだけど。納得してもらえんよな。普通に話すだけじゃ納得してもらえんよな。なかなか、あの優しい桜井君に正直に話して受け入れてくれるだろうか。無理。とはいえ回りくどいやり方をしていては時間ばかりかかる。ちょっと考える時間をくれないかな。東国さん、ありがとう。なあ、その笑顔、クールなカレンちゃんの珍しいその笑顔、慣れないような笑顔だな。再び胸の奥がじくりと痛んだ。お礼を言われるようなことじゃないよ。僕はどんな顔で答えたんだろうか。ユリアちゃんの心境がほんまに顔どんな感じになっとっただろうか。クローン世界を脱出する一番合理的な早道な手段を見つけることができた。なぜだろう、釈然としない。そのために犠牲にならざるを得ない二階堂君も全ての覚悟の上で納得してくれた。
ことは順調だ。たった一人の犠牲で総他全員を救えるんだ。しかもその犠牲者はこのクロノス世界の中でしか存在していない人物。やむを得ない犠牲とはいえ、傷は浅くて済む。現実世界に何ら影響を及ぼさない。そこまで分かっていて、なんでこんなにすっきりしないんだ。さっき僕は考える時間が欲しいと言った。どうしたら桜井君に二階堂君を殺させることができるか考える時間が欲しくて。けど、もしかしたら、それ以上に僕は、僕自身が決意するための時間を稼ぎたくて。東国？どうした？いきなり。ああ、出会ったー。桜井くん。これ一周目になかった。イフ展開。イフ展開。探しとった桜井くんに出会ってしまった桜井。なぜ彼はこんなところにいるんだろう。まさかこのタイミングで出くわすなんて。もしかして、さっきホテルを飛び出してきたのを見られちゃったかな。ちょっと散歩のつもりだったんだ。考え事をまとめるのに歩くのは効果的だからね。こう見たら桜井くん結構イケメンなんだな。しかしよく考えてみれば好都合じゃないか。彼が二階堂くんを殺せばこのクロノス世界のミッションは完了し、僕たちは解放される。それを伝えるいい機会だ。犯人探しのことを考え直してくれたのか。ああ、いや、その逆だよ。というよりもう探す必要もなくなった。どういうことだ。さっき僕は誰が原因かうすうす分かってるって言ったでしょ。それが確信に変わった。僕はもう誰が犯人か突き止めたんだよ。言うんかな、犯人。怖かった。その犯人って誰なんだ。教えるわけないだろう。君はきっと守ろうとする。はぐらかすんじゃな、ユーリアちゃん。共犯者になるつもりか。犯人をかばうのは立派な罪なんだぞ。罪って。クロノス世界に司法は整備されていない。別に罪には問われないさ。そういう問題じゃ。それじゃあ逆に聞くけど、君が犯人を見つけ出し守ろうとするのは共犯じゃないのかい。それは守ろうとしてる。そうか。最初から不毛なんだよ、このいさかいそのものが。僕たちが取るべき手段は決まっている。倫理的、感情的に正しいかどうかじゃないんだよ、桜井くん。なあ、なんでだ。なんでそんな急ぐ必要があるんだ。別に急いではいないよ。最終目的に対して一番合理的なアプローチをしたまでさ。それが僕ら8人の中の誰かを犠牲にするってことなのか。もう何度も話したやりとりだよ。それは今さら確認する必要はないでしょ。ユリアちゃんはもうここまで決意は固まっとるんやけど、最後の一歩は踏み出せない、そんな状況か。やり方で脱出した後、本当に僕らは今まで通りの関係でいられると思っているのか。無理かもしれないね。人によっては罪悪感とか虚無感とか、あるいは敗北感や責任感とか。そういったものを抱えて生きていくことにはなるだろう。坂井君の言いたいことはわかる。僕ら8人の心をちゃんと考えている。さすがリーダー、優しいんだ。優しすぎるんだよ君は。けれどいずれ時間が解決してくれることさ。仮に解決できなくともクロノス世界にずっと閉じ込められるよりはいい。やはりこんな状態の桜井君に二階堂君を殺すよう説得するのは無謀にも程があるだろう。手っ取り早く済ませるならここで桜井君に全てを話してしまうべきだけれど。
まず信じてなんてくれないし、余計に警戒させてしまう。人を一人を殺して他を救うという手段が取れない優しすぎる桜井君を、その気にさせるには相応の段取りが必要ってことか。できるのかそれ。そういうことならちょっと安心した。今すぐこの場で二階堂君を君が殺すんだと告げるのは僕にだって戸惑いが。違う。あれ、何かがおかしい。どうしたユリアちゃん。僕は桜井君に出くわしたのを好都合だと思ったはず。あ、そうやな。最初はクロー世界を脱出する上で最も最適で合理的な方法を取る。そのキーマンである彼に出会えたのは絶好のタイミングだったはず。なのになぜ機会を先延ばしにすることに僕は安堵しているんだ。わからなくなってきた。さっき話した東国のお父さんの話。不意に桜井君が話し出し、僕は思考を中断する。あれを聞いても東国の気持ちは揺るがなかったってことなのか。正直驚きはしたよ。全てお手任せだと思っているわけでもない。ならなんで。あれはただ単に君の推察でしかないからさ。まあそれはそうなんやな。違う、僕は確かに君のお父さんに会って託されたんだ。客観的な証拠があるわけじゃない。口でなら何とでも言えるだろう。そうか、確かに桜井君はそう見たんやけど、それをユリアちゃんに信じ込ませるようなものがなかった。証拠がなくったって少しぐらいは信じてあげてもいいじゃないか。自分の父親なんだから。瞬間僕ははっきりと怒りを覚えた。君に僕の父の何がわかる。思わず声を荒げていた。自分でも驚くほど感情が爆発した。そうだよ、あの人は僕の父親だ。だからこそ君以上にあの人の人間性は理解している。声が震えていた。怒りだけじゃない、もしかしたら悲しみも混じっているかも。もはや僕にも感情の出所がはっきりしていなかった。理解しているからこそブレるんだよ。僕の知っている父と君が会ったという父の存在が。だから確証がなければ信じることなんてできやしない。東国、どうしてもいつもの厳格な父の姿しか出てこなかった。どちらにせよクロノス世界にいたんじゃその確証は得られない。確かめようがない。それならやっぱり僕が取るべき手段は変わらないよ。君の説得で僕は折れたりしない。どうしてもそうなるのか。はっきりと告げる。もうこの押し問答は終わりにしよう。それがお互いのためだ。これ以上心をすり減らさずに済む。僕はその場を立ち去ろうと。東国、待って待ってって。もしかして東国も迷ってるんじゃないか。じくりと無理の奥が痛む。まただ、何の目だ。わからない。図星やな。ずいぶん興味深い解釈だけど、ジョークにもならない。ただの見当違いだよ。ちょっと強がってしているんじゃないのかな。本当は迷っているんじゃないかな。自分が迷っているってうすうす気づいているんじゃないのか。それだけを言い残して僕は小走りで立ち去った。まるで彼から逃げているかのように。図星だからこそ、言い当てられてしまったからこそかな。